こんにちは。巷ではあのカップラーメン一蘭ですかね、一蘭のカップラーメンが500円ぐらいするというのでね、話題ですね。私も早速コンビニにあるっていうんでね、買ってきました。セブンイレブンでって間違って一風堂買ってきちゃいました。何なんですか一風堂。まあ美味しいと思いますけどね。一蘭のラーメンが珍しいっていうから今ね急いで買ってきたんですよ。まあ間違えて一風堂っていうか何なんですかね。まあいただきます。いやーラーメン好きなんですよね。焼き豚が入っててでっかいのが、麺がねちょっと固めなんですよね。で黒くて赤いのもちょっと入ってると。いただきます。うん、広島市内とは違ってね、私の町には一風堂がありません。よくわかんない中華料理があるだけです。広島住んでる時はね、起きて5分でラーメン屋5軒だったんですけどね、うん、おいしいな。カップラーメンの中でラオウが一番美味しいのかなと思ったけど、一風堂美味しいですね。一蘭じゃなくてもよかったな、これ。うん。すごい美味しい。やっぱね、ラーメン屋がない私の住んでるところには、カップラーメンがね、頼みの綱ですよ。うん、一風堂ではね、替え玉を3つ必ずしてたんですけどね、替え玉ないですね。ちなみにこれね270、80円ぐらいだったと思います。うん、しみる。うん、おいしい。うん、むちゃくちゃ美味しいですわ。うん、麺に絡むねスープの濃厚さがもうたまらないですね。うん、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 うん。